リィアドアイコールスルフは、レバノン共和国の政治家、首相を2期務めた。スンナハムスリムの政治リーダーであり、レバノン独立闘争の中で最も重要な人物であるのと同時に、様々な宗派が存在するレバノンにおいて、独立のために宗派間の協力を可能にする個性を持った人物として評価されるべきである。レバノン南部サイダーに生まれる。 パリ大学で法律と政治学を学んだ。第一次、スルフ内閣は独立直後の1943年から約1年半続き、第二次、スルフ内閣はマロンハシントの大統領であるビシャーラ・アル・フーリーと協力する上での宗派間のバランスを図った内閣であった。フーリーはムスリムの意見を集約する手腕に長けていたスルフを評価しており、ムスリムもまた、 スルフが存在している限り、自らの利益が政策に反映されることもあって、大きな信頼を寄せていた。しかし1951年7月、ヨルダン訪問中のスルフは、シリア社会民族党の党員によって暗殺されてしまった。スルフの死によって、民族間のバランスの上に立っていたフーリー政権は、ムスリムの支持を徐々に失っていき、 トゥルーズ出身のカマール・ジュンブラーとの対等を許すこととなった。娘のムナーは、サウジアラビア国王アブドゥルアズイーズ・イブン・サウードの、息子のタラール王子と結婚し、アルワリード・ビン・タラール王子を生んだ。末娘のライラは、アルワリード・ビン・タラール人道財団の副事務局長で、元レバノン産業大臣である。ベイルートの繁華街に立つスルフの銅像。ありがとうございます。